HS117 の発射時の形態、HS117 の先端部、HS117 は第二次世界大戦中にドイツが開発した地対空ミサイルである。1941年以前、HS293 対艦ミサイルに関与していたヘルベルト・エー・ワーグラー博士は、シュメッテルリングもしくは、シュメッターリングミサイルをドイツ航空省に HS297 として提案したが、対空兵器は不要という理由から拒絶された。しかし1943年、大規模なドイツへの空爆が、ドイツ航空省の考えを改めさせた。そして、ヘンシェル社と契約し、開発と製造を行った。本体は、有力の液体燃料ロケットである。本体中央には、高体格の主翼が、 ビブには10文字の尾翼がついている。本体の上下には2機の固体燃料ロケットである。初期加速用ブースターが取り付けられる。各ブースターのノズルは外側に変更している。発射は簡易な発射台から斜め上に打ち上げられる。59回の実験を行い、34回、失敗した。実験は1944年6月に成功した。 1945年11月には月産3000機の予定だった。1945年の1月に大量生産のプロトタイプが完成したが、2月6日に新鋭隊大将ハンスカムラーによってプロジェクトがキャンセルされた。ドイツ大使館在部官であったギュンター・ホーゼルによれば、報復兵器3号は V35 センチ高圧ポンプ砲ではなく、 HS117D のことであるという。HS117H は空対空型で、DU-217,1188,1388 によって発射される。発射した航空機の5000メートル上空の敵機を攻撃するように設計された。HS117H にブースターはつかない。ドイツ軍用機の全貌1958年、竹川当社間。 期間、丸グラフィックコクータリー1973スプリック版1973年ジオ書房刊。ありがとうございます。